日はですね、ゆく年くる年キャンペーンが来たということで、ゆく年くる年キャンペーンで何をしていけばいいのか、みんながどういう風にすればいいのかなっていうのを、まあ、割かし初心者向けに、ちょっと、まあ、僕が思う初心者向けにね解説していきたいなという風に思います。よろしくお願いします。で、まあ、今回は基本的にキャンペーンをまず見る、半額キャンペーン系が来た時っていうのはまずキャンペーンの中身を見てそこから精査していく感じになるんだけど、今回のキャンペーンで一番レアなもの、それは、まあ、何かっていうとですね、こちらの共闘半額キャンペーンなんですよ。でまずこの共闘半額キャンペーンっていうのが、ここ最近全くなかったんですね、はい、で全くなかった。で理由としては共闘がソロ一人でできるようになったっていうことからですね、まあ、ちょっとこれ共闘半額キャンペーンが来たらランクがバコバコ上がっちゃうからかなっていうふうに言われてたんだけど、共闘クエストが正直現状ね、現状次にいつやるのかがわからない、っていうこともありまして、まあ、僕としてじゃ あのまず、何がレアかっていうのかというと共闘クエスト。で共闘で上げられるのは何かっていうとあのランクなんですよね。あなので僕は、まず皆さんにはランク上げっていうのをおすすめしたいなというふうに思ってます。で共闘クエストこの、12月28日から、1月4日はまず共闘で頑張るっていうのがまず一つのね、なんて言うんでしょう、目標みたいな、まあ、一つのその指標ですね。まあ、共闘クエスト半額キャンペーンはいつ来るか分かんないからってもう一回言ったな。まあここのランク上げはレアです。つまり12月28日から、1月4日は京都で、他の部分のやっぱレアな部分っていうとですね、まあそんなにあとはレアな部分はないかな。まあちょっとまあ皆さん当然だと思うんだけど、このルーレットキャンペーン、これは毎日やりましょうね。当然だけど毎日やって10連を引いていきましょう。確率の方も出てるんでね、まあいいのが出たらラッキーでっていう感じですよな。でまあ他の部分だとはまあいつも通りなんですけれども、ちょっとレアなのだとですね、トリガー半額キャンペーンっていうのが来てるんですよ。こちら、マルチバトル消費トレジャー半額キャンペーン、期間中一部のマルチバトルの開始に必要なトレジャーの消費量が半分になりますっていうことで、まあ、あの消費 AP、 僕は昔あのトレジャーが半額になってないから出発する必要、半額中にあのマグナ系って自発した方がいいですかっていうふうに、言われた時にですね、まあ、マグナ系は半額で、半額は AP 半額だけで消費トリガーが半額になるわけじゃないから、自発してもそんなにうまみがないから普通の時に自発してもいいんじゃないっていうような感じで切り捨てを推奨してたんだけど、まあ、今回はマグナはないんだけど、ここら辺のアテナ、グラニ、バール、ガルーダ、とかそこら辺の方はトリガーがわりかし貴重なトリガーなんですよ。ジーン50個もしくはウロコ8個だっけ6個だっけ、わりかし貴重なやつになっていますので、まあ、例えばエッケザックスだったり、まあ、のバール、まあ、バールとかねちょっと行きたいなっていう風にやってる、あの思っているのであれば、ここでぜひ自発しておいた方がいいと思います。で僕ここすっごい個人的な睨みなんだけどここら辺あのやらせるってさ、ちょっと最終上限解放ないですか？ワンチャンあるかもしんない、まあ、もし上級者の人もちょっとねやっとくといいかもしんねえなって今一瞬思った、ここをやらせる意味だよね今まできつかったやろ、さあたっぷりお食べなのか、まあ、あの次のステップ、これより試験を開始するドドンみたいな、まさか全然食ってないとはな、長く食べたものほど苦しみは長く続くみたいな、そんな感じで、まあ、もしかしたら、やっておくといいかもしれないなっていうふうにちょっと思いました。まあ、エクストラ半額キャンペーン、ここら辺に関して言うのであれば、回れるなら回った方がいい、であのセラフィックウェポン、天使武器ですね、セラフィックウェポンを作るのに、豪華玉水あれ高度荒土強風、まあ、こちらの4種類4属性のやつのですね、あの特別な石片っていうアイテムが必要になってきてる、石片だっけ、必要になるんで、まあ、そこが必要数集めるとよし、まあ、ここに関しては倒滅戦に関してはですね、どうだろう、倒滅戦は僕はあんまりご推奨いたさない感じですかね、まあ、倒滅戦に関してはいつでもできるんで、もし欲しいと思った時ですね、クラス4ジョブを取る時に必要対応するアニマが
何個必要だっけ、初回はすごく安くなってたような気がするんだけど、まあ2回目になってくると200個ぐらい必要になってきたと思うんで、まあ、もしクラス4ジョブを、視野に入れるのであれば、もしクラス3ジョブを持っているのであれば、そのクラス4ジョブ何かを作るにしろ、まあ、そこら辺を重点的に回っておくとお得ですね。まあ、あとは10点集取るなり何なりかな、あとは10点集取るなりっていうことで、まあ、優先度的に言うなら、まあ、ここは外せないかな、うん、まとめると共闘クエストは外せない、共闘クエストだけは外さないようにしつつ、まあ、あとアーカルムのね、パスポートも溢れないようにアーカルムを適当に消化しておくといいと思います。武勲もまあやってるうちに集まるでしょう。マルチバトル消費トレジャーはまあゆとりがあればですね、初心者の方もゆとりがあればやっておくといいと思う。で、これは多分ここの試練系は初心者多分できないですよね。多分難しいと思うんで、できないならするでいいと思う。こちらの討滅戦に関してはできるのであればですね、まあ、ちょっとやっておくと、まあ、ここの武器は基本的に使えない、基本的に使えない武器が多いんで、まあ、そんなにこう欲しいなって思った時じゃなきゃ、狩る必要もないかなっていうような印象ですね。まあ、ここら辺は優先度低めかな、共闘が高めで、でエクストラクエスト、ここら辺は10点集が欲しいよっていうような、あ、ちょ、エクストラクエストだからあれか、普通のエクストラクエストか、これは問題ないですね。フリークエストですね、フリークエスト半額、ここは10点集欲しいですよっていうような人であれば、ここは回っておきましょう。まあ、あとはそんなにないかな。マグナに関してもゆとりがあればだね、ゆとりがあれば回っておくといいと思う。 AP0 に関してもゆとりですね、まあ、自分の気力が持つ限り、やっておくといいと思います。こちらのクエスト多分ねかなりうまめなキャンペーン、あの普通のやつと比べてもねかなりうまめなキャンペーンになっておりますので、雫2倍キャンペーンも来てるんでね、雫をしっかり使いながら周回して効率よくレベルランクを上げていくといいんじゃないかなっていうふうに思いました。皆さんも参考になれば幸いでございます。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね。